旭川市内の中学校に通っていた当時14歳だった廣瀬爽彩さん。爽彩さんは2021年3月、市内の公園で凍死した状態で見つかり、その後、同じ中学校の先輩ら7人の生徒にいじめを受けていたと、旭川市教委の第三者委員会に認定されました。そして悲劇から3年以上が経った昨日、ある文書がネット上に流出している疑いが浮上しました。いじめ問題で第三者委員会がまとめた報告書とみられています。いじめ撲滅を訴える市民団体のホームページで昨日公開されました。報告書は爽彩さんのプライバシーを守るため、遺族の意向で一部が黒塗りでしたが、ネット上に公開された文書に黒塗りはなく、一部手書きの線なども確認できました。市民団体は、事実を明らかにすることが目的だと説明しています。一方、旭川市教委は、流出が事実かも含めて今後の対応を検討するとしました。熊が目撃されたのは、下川町三の橋にある農作物加工の建物付近で、午前9時ごろ警察に通報がありました。警察によりますと、熊は1頭で、体長およそ 1.5 メートル。住宅街の近くを歩く様子を複数の住民が目撃していました。午後0時半ごろには、およそ1キロ離れた住宅の50メートルほどの場所に現れ、危険が迫ったため、ハンターが発砲。最初の目撃からおよそ4時間後に熊は駆除されました。ここまっすぐ行ったところに、広告があるでしょ。橋のところ渡って来られたら、我が家のところも来るから、いや、怖いなと。警察などによりますと、付近では今月21日と22日にも熊の目撃情報があり、土を掘ってアリを食べていた痕跡があったということで、警戒を強めています。今年4月、留萌市の女子高校生、村山瑠奈さんが車に監禁された上、旭川市の神居古潭で橋から落とされて殺害された事件。一連の事件では、内田理子容疑者ら男女4人が逮捕されています。警察は今朝、現場周辺で実況見分を行い、人形を橋から落とすなどして事件の状況を確認しました。内田容疑者は、人目につかない場所だと知っていたなどと話し、現場に到着し、およそ20分の間で村山さんを橋から転落させたとみられています。調べに内田容疑者は、落ちたかどうかは知らないなどと容疑を否認しています。新たに国立公園に指定されたのは、日高山脈襟裳十勝国立公園で、日高山脈の一帯や襟裳岬など、日高と十勝の13市町村が含まれます。陸上部分の面積は、国内の国立公園では最大のおよそ25万ヘクタール。手つかずの自然や動植物を保護する目的で、傑出した自然の風景地が評価され、各地でセレモニーが行われました。嬉しいより先にですね、ほっとした気持ちでいっぱいです。これからスタートだというふうに思っておりますので、保護の面、それから観光振興の面、地域振興の面、目的に向かって連携してやっていきたいなと。国立公園の指定は全国で35カ所目で、道内では1987年の釧路出現以来7カ所目となります。さあ、本格的な夏が始まる北海道。そんな時に食べたくなるのが丸亀製麺の冷たいうどんですよね。週3、週2、3ぐらいできます。あ、そうですか、はい。今日何食べたんですか？今日ぶっかけの冷やです。外が暑かったんで、冷やしか食べれないかなと思って。あ、そう。これ今日なぜこれを選んだんですか？ドイツから帰ってきたんで、日本的なものを食べたかったんで。すっきりしてる、美味しいです。すっきりしてる。はい。丸亀製麺どんなところお好きなんですか？やっぱり麺がね、コシがあって、喉越しがいい。やっぱここ食べたら他のうどんがある。もう丸亀通ですね。どっちかというと。さあ、道内に25店舗、うどんチェーン店を代表する存在である丸亀製麺。この春に
麺職人がですね全店に配置されまして、お店で粉から作るうどんがさらに美味しくなったんですよね。さあその中でも夏だけの限定うどんや丸亀うどーなつ、うどんから生まれたそうなんですよね。気になりますよね。今日発売の新メニューも登場です。さあみんな大好き丸亀製麺で夏に人気の冷たいうどんおすすめトップ5をお届けいたします。まずは第5位からです。5位はこちらとろたまうどん冷やです。さあだしと温泉卵とろろが三位一体となって麺に絡まり、ふわとろでコシのある食感が楽しめます。結構好きな人多いですよね。そして続いて第4位、これぶっかけうどん冷やです。だしをぶっかけて食べる本場さぬきうどんの定番ですよね。まあ、どんな薬味を乗せても丸みのある優しいだしが全てを包み込んでくれます。さあ第3位は何でしょうか。第3位は冷やかけうどんです。うわーシンプルに来ましたね。こちら期間限定の商品となっておりまして、打ちたての冷たいおうどんによく合うお出汁が引き立つおうどんとなっております。これ夏限定なんですか。はい、あこの喉越しとねツルツルもちもちとしたうどんはたまんないですけど、お出汁の香りがやっぱり強いの分かりますね。はい、そうなんです。カツオやウルメなどの削り節と煮干しや昆布から出汁を取っているので麺のコシに負けない旨味が強いこれね出汁なんですよね。さあ第2位は何でしょうか。第2位は鬼おろし鶏からぶっかけです。鶏からぶっかけ、大きいの3つも入ってますよね。もう揚げたてが乗ってますよ。カラリとジューシーな揚げたての鶏ももの唐揚げが3つ入ってます。もともとですね兵庫県で鶏ドール三番館という焼き鳥のお店からスタートした丸亀製麺ですよね。だから鶏肉にはとっても自信があるんですよね。さらに粗くおろした大根おろしの鬼おろし、ナスの煮浸しも入ってるんです。うわうわあ幸せです。あの鶏ほんと外がカリッカリなんですけど、鶏のジュースっていうんですかジュワーッと出てきて、鬼おろしにポン酢かかってますね。かかってます。これでまたね口の中さっぱりリセットしてくるんですよね。うわー、さあ続いて第1位の前に番外編。さあ今日発売された新メニュー、これこれこれ何でしょう。こちらそうです、丸亀うドーナツ、ドーナツが発売されたんですよね。まん丸のこちらのドーナツなんですが、これうどんから生まれたそうなんですよね。そううどんの粉じゃなくてうどんを一度作ってからペーストにして、そう生地に練り込んでるんですよね。でお店で、ね、1個ずつ揚げてます、はい、これを、ね、どうするかっていうとレジで買うでしょ。そして自分で袋の中に選んだ粉を入れて自分でシャカシャカします。この夏はこういうシャカシャカの音がね店内にあふれるかもしれませんね。もちもちしっとりふわふわ、とても軽い食感ですね。しっとりさも感じながらふわふわ感も感じるというね。実はですねこちらしっとりさの秘密、特製の白だしも一緒に入ってるんですよ。だから生地にブレンドしてるので風味豊かな味わいになるわけですよね。お子さんも大好き、どこか懐かしさも感じるんですよ。あこの子も食べてるじゃない、ほっとしてドーナツ食べてるの。おいしい、おいしい人手挙げて。あ恥ずかしい。きび糖ともう一つやみつきカレー味というのがあるんですが、今日はスタジオにご用意いたしました。大五郎食べてみて。うわ今いただきましたけれども、もちもちふわふわでしょ、美味しいですね、でこのピリッとしたスパイシーな辛さがまた癖になる、これ何個でも食べられそうですね。サイズ感もちょうどいい。さあスパイシーで一度食べたら止まらない味わい、ぜひ食べてみてくださいね。じゃあランキング戻りましょうか。1位は何でしょうか。こちらです。第1位は、はい、鬼おろし肉ぶっかけうどんです。いやー来ました来ました。さあ注文ごとに目の前で焼き上げる牛肉と玉ねぎ、
でシャキシャキの、ね、鬼おろしがこれ本当マッチした夏限定のメニュー、堂々第1位となりました。甘じょっぱいね、この味付けが最高なんですけど、この鬼おろしがね、口の中でねシャキシャキしますね。さっぱりといただけます。でもボリュームがあって、うどんも美味しくって止まらないですね。さっぱりいただく冷たいうどん、これで暑い夏を乗り切りましょう。